どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタマです。よろしくお願いします。さて本日はですね、4月13日、阪神 VS 中日の試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神負けました。うつきないんかな <laughs> いや、ほんま。何話しますいや、どうします終わりでもいいぐらいのレベル。いや、ピッチャーについては話したいことはある。うん。話したいことはあるから。 ピッチャーについて話しましょう。ダーって喋って、終わりーって、いいかもしれへんな。いや、ここまで来るとね、ほんまマジで打ちたくないと思ってんのかなって思っちゃうよね。びっくりするね。3アンダー。まあ別に3アンダーはいいですわ。最悪。1番、近本選手の1アンダー。2番、中野選手の2アンダー。それ以外はノーヒット。まあフォアボールもね、その近本選手の1個っていうところしかないので、まあチャンスも、 ほぼなかったまあ、チャンスとしては、盗塁をね、まあ、1、2番がどっちも決めてくれて、得点圏にランナーが行ってくれたっていうところはあるんやけれども、まあ、その後のバッターは何にもせずと。うーん。どうするよ。何もできひんと思うな。うん。どうします <laughs> まあ、やっていきましょうか。まあ、やっていくしかないですからね。というわけです、スタメンオーダはこちらになっております。ご確認よろしくお願いします。 じゃあ、打撃陣から見ていきましょう。近本選手ですね。3打数1安打、1フォアボール、1三振、1盗塁です。三振レフトへのヒット、フォアボール、レフトフライという感じです。え、近本選手に関しては、コンスタントに1本ずつは打ってくれててっていう感じで、まあ、昨日に引き続いて今日も盗塁という感じですかね。しっかり決めてくれてるっていうところに関しては、どん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 やってってほしいなと。うん。まあ、ほんまにね、どんどんね、仕掛けてってほしいなとは思うよね。 その何か変わるかなというふうに思ってたんですよ。矢野阪神といえばやっぱどん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 走ってくる野球っていうところがあるので、まあ、そこら辺考えたらね、やっぱり近本、中野ってところが走ってくれたからには、やっぱりね、1点、まあないし2点っていう感じでね、取れたらよかったんやけれども、まあ、変わらんかったというね。まあ とりあえずね、その、近本中野選手っていうところにおいての、その、なんでしょうか、うーんー、まあ、心意気というか、ま、盗塁にかける気持ちというかっていうのはね、ちょっと見え始めてきてるので、そこに関しては個人的に嬉しいなというふうに思っております。はい、続いては中野選手で4打数2安打1閉札1盗塁です。ライトへのヒット、ショートフライ、ショートエネ閉札だ、レフトへヒットですね。 えー、広角に打てるっていうのはね、やっぱり中野選手の素晴らしいところですね。まあ、初級から振りに行ってっていうところもあったりしますし、まあ、しっかりやってくれてるなと、まあ、投入もしっかり決めてくれてると。まあ、早球それだからね、三塁にも進んでくれたっていうところはあるんで、まあ、中野選手も、ね、しっかりやってくれてますね。まあ、この後からどうやって喋っていこうかなというふうにすごく悩んでるんですけれども、まあ、中野選手、ほんまにいい形ができつつあるんじゃないかなと思っております。ね、えー、明日からも期待しております。 はい、続いては糸井選手です。4打数無安打1三振です。セカンドフライ、ピッチャーゴロ、ピッチャーゴロ三振という感じです。うん。まあ、えーと、はい。うん、どう、どうどうしましょうか。うん。この後、話すことほぼないですね。しかも、ほんまに強い当たりもね、なかったんですよ。マジで。どうする 打順入れ替えってな、まあ、昨日ね、その、まあ、対応の選手対策で右バッター並べんのはある意味愚策やとは思うんやけれども、まあ、左の方が苦手にしてるからね。まあ、そこら辺考えたら、まあ、一応打線は、オーダーはっていうところ入れ替えてくれたんやけれども、ま、あなんだかんだでこのオーダーに戻して、まあ、基本的には僕もこのオーダーでいいと思うんですけれどもね。うん。ただ、ただね、 打てへんなびっくりするなまあ、ヨッシオさん自体。まあ、ヨッシオさんだけが悪いとかっていう話ではないんでね。うん、まあ、4番から、まあ、9番ピッチャーを除いた、ね、8番バッターまで何にもしてないっていう。いや、非常に厳しいわぁ。ヨシオさん、次期待しております。はい、続いては佐藤選手です。4打数無安打1三振です。三振ライトフライ、ライトフライ、ピッチャーゴロという感じです。佐藤選手はどうなんでしょうね。うん、まあ、一撃怖いなってなるんですけれども、 ただ、まあ、基本的にランナーおらんからね。だからソロで済むやんってところ考えられてたら、まあガンガンインコース攻めてって、まあ最悪フォアボールで出してもいいやろうぐらいの感じで、まあ割と気楽に投げられてるんじゃないかなと思うと、あんまりね、これはほんま言いたくないんですけれども、4番じゃなくて6番ぐらいの方が、やっぱり怖さは出てくるんじゃないかなと思ったりはする。 が、まあ、そのね、そうなってくるとまた3番、5番がおらんくなるやんけとかね。そういう風な話にもなってくるので、まあ、これはこれ、それはそれって感じになっちゃうんですけれども、4番佐藤ってなるとね、なんか打順の組み方としてすごく、今の現状の阪神の戦力で考えるとすごく難しいんじゃないかなと、まあ、今更やけど思ったりする。うん まあ、矢野監督が組んだオーダーなので、文句もクソもないんですけれども、まあまあ何かしら動いていかないと何もできなくなってしまうっていうね。まあ、ごてごてじゃなくて先手先手でいってほしいなとは思っております。はい、続いては大山選手です。4打数無安打1三振です。レフトフライ三振、ショートゴロ、ショートゴロという感じです。まあ、4打席目のショートゴロに関しては、まあ一番深いところに行ってるだけに、まあ惜しかったと言えなくないですけれども、いい当たりではなかったよなとは思う。 うん大山選手にも頑張っていただきたいと思っております。まあ、ファーストでの守備っていうところに関しては、ほんまにね、無難にこなしてくれてるっていうのはすごいことやとは思っております。 はい、続いては糸原選手です。4打数無安打1三振です。ファーストゴロ、ファーストゴロ、三振、ピッチャーゴロという感じです。糸原選手はもうちょっと頑張ってもらう。まあ別に糸原選手だけが悪いとかっていうつもりはないけれども、まあ、まあその、こんな言い方あれやけれども、1番、2番、3番、4番、5番、ここまではもう何も思わんって言ってもいい。6番、7番、8番の打率が2割切ってるっていうのはね、やっぱしんどいよ。マジで。うん、怖さがない。 だからね、だから1,2,3,4,5で点取れへんかったらもう点取れへんっていう風になってしまいがちなので、だから6番バッターが欲しいんですよ、本来。でも、まあ、ロハス選手がああいう状態で、で他のバッターって言っても、まあ正直怖いバッターかって言われたら正直そうではないバッターが多いって考えると、 まあ、糸原選手しかおらんのかなと思う中で、糸原選手も状態はあんまり良くないって見るとね、やっぱね、しんどい。オーダー組むのがしんどいかなと、まあ。矢野監督が一番頭悩ませてるとは思うんですけれども、そこがね、まあ、何かしら一人でもね、改善されると、もうちょっと楽になるんやろうなとは思うんやけどな。まあ、糸原選手自体は頑張っていただきたい。 はい、続いては木並選手です。3打数無安打に三振です。三振、ピッチャー頃、三振という感じです。えー、まあ、守備はしっかりやってくれてると思います。うん。まあ、それ以上でもそれ以下でもないというところになっておりますかね。えー、次回期待しております。はい、続いては坂本選手です。3打数無安打に三振です。三振、三振、ショート頃という感じです。 えっと、まあ、坂本選手に関してはマジでバッティングが上がったら間違いなくスタメンになれると思うんやけれどもな。まあ、梅ちゃんがね、まあ、リードがーとかっていう部分もあったりだとか、まあ、バッティングがちょろっと悪くなってるかなっていう部分もあったりする中で、坂本選手がもうちょっとね、バッティング良ければって感じにはなってるような。まあ、実際今日も1-0で負けてるっていう、まあ、ロースコアゲームになってるっていうところを考えればね。うん、まあ、バッティングがね、別にね、その、しゃーないっちゃしゃーないんですけれども、 その、淡白すぎるという、三振か一球目打って合うとかヒットかみたいな感じで、もうその三択しかないみたいなね。いや、もう当たり前なんですけど、ヒットかアウトかしかないんで、そこしかないんですけど、めちゃめちゃ淡白に見えてしまう三球三振とか結構普通にあるんで、そこだけがね、ちょっと改善されるともうちょっと見やすいのかなと、ま、粘ってくれるだけでも全然話は変わってくると思うので、っていう風に思っております。はい、続いては小川選手です。1打数無安打1三振です。三振ですね。こちらにおいては次回行きたいです。 はい、続いては高山選手です。1打ス、ム安アンダー、1三振です。三振ですね。えー、高山選手、こういうところからやっぱ頑張っていかなあかんなとは思う。1本目はヒット出たけれども、その後1本も出やんかったらっていう風にはなってしまうので、ま、頑張っていただきたいと思っております。はい、最後ですね。梅田選手です。1打ス、ム安アンダー、1三振です。三振ですね。えー、こちらにおいては次回期待しております。じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日投手、小川投手、岩沢投手、アルカンタラ投手、浜地投手、岩浅投手、かじや投手ですね。 小川投手4回と3分の2を投げて66球に2安打4三進1ファーボール1レッドボール無失点です。緊急当板という中でこのピッチングほんま素晴らしい以外の言葉出てこないですね。いやほんまに良かったと思います。じゃ、 かん、ボール浮いてたかなと思う部分はあるんですけども、でも、その中でしっかりしっかり、ね、要所を抑えてっていうところはね、やってくれてるので、ま、実際に2アンダー、あ2ファーボール、ま、2ファー、2四死球っていうところでね、しっかりとゲームを作ってくれました。もう、これは完璧と言わずに何と呼ぶとね。ま、そのね、コロナ要請でね、ま、藤波選手と江越選手と伊藤正史選手っていうところまあ明日もね、切り式投手になるみたいですけれども、ま、その中でね、ま、緊急当番 今日のピッチングを、をほんまに素晴らしかったと思います。次回の登板にも期待しております。はい、続いては岩沢投手です。3分の1を投げて3球無安打無失点です。ね、ちょっと怖い中でのリリーフ、こういう場面をゼロで抑えてくれる。しっかりやってくれました。ね、今シーズンはやってくれると信じております。岩沢投手、次回もよろしくお願いします。 はい、続いてはアルカンタラ投手です。1回投げて11球1安打無失点です。えー、9位である程度押せてるっていうところにおいては良かったんじゃないかなと思っております。まあ、今日はある程度低めにというか、まあ、そんなに荒れてなかったという風に見れるので良かったんじゃないかなと思ってます。まあ、ボールがちょっと高くなると、まあ、一発あるバッターってなると怖いかなとは思うが、まあ、現状は大丈夫そうだとは思ってます。 はい、続いては、浜地投手です。一回投げて、891んだ無失点です。えー、浜地投手はまだ無失点ですかね確か。いい感じでね、続けてくれてますね。まあ、ストレートがいいっていうところは大前提であるんですけれども、まあ、カウントもしっかり稼げたり、まあ、今日はね、89しか投げてないってところはあるんですが、まあ、カウントも取れたりとか、まあ、いろんなことができるピッチャーになってるので、いい感じで投げ続けてくれてると思います。 はい、続いては、湯浅さしです。1回投げて10球無安打1三振無失点です。ね、えー、今日はね、まあ、昨日の屈辱というかね、接辱を晴らしてこいみたいな感じでしっかりゼロで切ってくれました。ほんま良かったと思います。ま、いろいろ言われてましたね。まあ、セットアッパーなのか、抑えなのかっていうところしっかり固定させてやれよ、みたいな感じで言われてますけれども、ま、いろんなところでね。まあ、僕はもう現状はもうどっちでもいいんじゃないかなと思ってるんで、まあ、あんまり動かすのは良くないんですけれども、 ま、そんなところ言ってる場合じゃないので、もう不動のっていうぐらいまで来たら、そのままにして空いているべきなんですけど、でもま、そうではないので、ま、現状はこういうスタイルでいいんじゃないかなとは思っております。ね、次回の登板も期待しております。はい、最後ですね、かじや投資です。1回と3分の1を投げて27球、2安打3三振1フォアボール、1失点です。 まあ、その、まあ、かじや投手に関しても、まあ、ファームで投げてる情報を聞いても特別いいっていう噂も聞かへんし、まあ、実際その、ね、まあ、前のシーズンであったりだとかね、まあ、あまりいい印象がないっていうところもあるんですけれども、今日に関しては1イニング目は良かった。正直変わると思ってたんですけど、まあ、岩崎投手。うん。ここに関してはちょっと、おやって思ったけれども、うん。どうなんでしょうかね。 左バッター、ネオ君が出てきたあたりから、別に岩崎投手で良かったんじゃないかなと思ったり。まあ、ただその後の最終回投げるピッチャーおらんくなるやん、みたいなところあったりだとかね。まあまあもちろんわかるけれども、出さずして負けるのはちょっとあれかなとは思った次第でございます。まあ、それにしたってね、も大青島選手も追い込んではいたので、まあこればっかりは何とも言えないかな。まあ次回の登板に期待しております。 はいというわけで本日は4月13日阪神 vs 中日の試合について語らせていただきましたね、えー、打ちたくないんかなって思うぐらい打たへんのがねどうしますほんまにいやまあ僕らにできることは応援しかないんですけれどもどうやったら変わっていくかなってもう真剣に考えても変わりようがないというか、まあ、ロハス選手の覚醒しかないんやろうなって思っちゃうところがすごく悲しいどうにもならんよなって うん、まあ、一発期待できるバッターが出てきてくれればって考えれば、井上くんとか、洋川さんあたりを上げるべきなのかとか、まあ、すごく難しいとは思いますが、まあ、前向いてやっていくしかないので、ね、まあ、矢野監督もね、正直くらいですけれども、ガッツポーズするなり、 ね、やのさんがね、笑顔になれるように頑張っていただきたいと思っております。チーム全員で笑えるのが一番楽しいし、まあ勝ちっていうところをね、まあ阪神ファンが見て、もっともっと楽しくなっていけたらなというふうに期待しております。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要欄の方に Twitter、とインスタグラムのリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。